さ、届きましたよ、ポマード。新商品のポマードとね。まあ、旧商品というか、定番ね。定番も届きましたけどね。いろいろまあね、届いてますけどね。しかし、これがね、今回の M1、F1 ですけどね。さあ、でこれ初めてのポマードで中身は全然わかんないんですけどね。このポマード一体どんな感じなんだろう。ちょっと気になるところなんだけどね。これは買った人に聞いてみるのが一番かもしれないな。お、こんなところに買った人がいる。いやもうこれ我慢できないですよね。我慢できないですよね。え、もう早速開けちゃいましたよね。もう開けちゃったの。ただこれ、こっちのね、ハゲタカ、こちらですね、もう明らかにですね、これ見てわかると思うんですけど、ちょっと、ここに座って、明らかにね、これ、ファイバーですよね、これですよ、多分、おそらく、まあ、前回ね、このクックのね、進化タイプで、この G1 出てるんで、おそらくこのファイバーの進化タイプではないかと。どうなってるかな、かなりこのファイバーだね、もし、ファイバーの、マックスタイプのファイバーかな、じゃあ。かもしれない。これね、え、ちょっと待って。ハゲタカじゃない。え、どういうこと？ハゲタカまずいよね。リーゼンターにしてハゲタカまずいよね。リーゼンターにはハゲタカまずいでしょ。まずいよね。だからこれわかるね。これは今前のことクック。クックは壁は立ちます。さらに立ちますと思うんですよね。で G1 出たじゃない？そうですね。さらに立ちます、ね。さらに立ちますでしょ。でこれ M1 もわかるんだよ。なんかリーゼントしてるから、うん、シャークは。まだね。こうシャークはね。そうそう。で。なんでハゲタカなの？これは何？なんでハゲタカにしたのかな？疑問だよね。しかもファイバーでしょ？ファイバーですね。ハゲタカにする意味がわかんないけどね。で、これは？これはね、何なんだろう。犬はなんか無香料っぽいんだけど、なんとなく昔のバニラの匂いがするような、うんうんうん、ちょっとレトロな感じなのかね。おそらくこっちのこれの、ちょっと柔らかめな感じかな。じゃあG1 より柔らかく、多分普通クールグリースでちょっと硬くなる。いや、このシリーズで出てるってことはだよ。だから G1、まあ M1、F1 っていうのがこう ABC でいくとおかしいよね。おかしいですよね。あ、多分これはあれかもしんない。 F はただのファイバーの F なんだ。ファイバーの F。 じゃあ M はマイルドとか。マイルド。マイルド、わかんない。なんでしょうね、 M ね。まあ、WX はさ、結構マックスハードだったっていうのがなんかわかるけど、これ一番硬いやつでしたからね。クックもね。そうそうそう。まあまあまあ。まあ G1 は何だったんだろうな。これもね、G1。究極の G だったのかな、これはな。まあなんかね、この M1 が気になるんだけどね。ちょっとこう、若干匂い、匂いもそんな強くもないんだけど。ちょっと柔らかめな感じがしない、これ。匂いなんだろうね。柔らかいかもしれない。うん。検証してみよう。あー、でもあなた今日ポマードじゃつけてないのね。じゃあ私つけてみよう。自分でつけちゃおう。なるほど、うん、匂いもそんな強くない、うんうんうん、これだったらちょっと他の匂いがついてるものと重ね塗りもできるかなって感じですけどね、うん、あ、これはなんかね、塗りやすくて結構なんか伸びがいい感じだね。うん、そうそうそう。これなんかこう初心者とかにいいのかもしれないね。なんかいいかもしれない、うん、ファイバーは結構コアな人がいいかもしれないね、うん、ファイバーってさ、結構ほらこれってさ引っかかったりとかするっていうのがよくあったけどさ、うん、もう少しなんかこう、もしかしたら塗りやすいファイバーかもしれないね。そうですね、うん、ファイバーだから、まあ、濡れた髪にいいかもしれないですね、うんうんうん、乾かすない。そんな感じで、あとはもう使ってみよう、ね、あとは買って使ってみましょう。新商品よろしく。 M1 と F1 が追加しました。ぜひよろしく。待ってます。Hey.